2012川内の夏祭りに呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。それではまずメンバーの自己紹介をしたいと思います。まずはのんの。はい、皆さんこんにちは。高校2年生16歳ののんのこと佐藤のぶ子です。皆さんすっごい暑い中ですが楽しんでいってください。今日はよろしくお願いします。We'll be right back.
がとうございました。リュウジュさんの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いいね。声合ってるね。可愛らしい。可愛かった。私初めてステージ見させていただいたんですけど、すごいですね。クオリティが高い。いやいやいや、俺たち違うよ。またすごいですね、この2人の身長差もね。いやいやいや、はい、ね、はい、今日どうでした？今日は、うん、すごいお客さんいっぱい来てくださって、うん、暑い中だったけど、うん、いっぱいの方見てくださって、声援くださって、うん、すごく楽しかったです。あー、かわいいね。かわいい、もう、ね、汗すごいね。でも本当声援はね、はい、すごいですよね。そうなんですよ、ね、もファンの方がこんなにたくさん疲れてるって羨ましいね。え、うん、もう人生かけてる皆さんですよね。かけてますね。ねえ、あ、かけてるかけてる、いろんな随所にかけてる、かけてる、はい、あとね、ジューティストの皆さんは、うん、ライブ活動されたりですとか、うん、あとはね、はい、カフェニューティストとかね、はい、やってますからね。あ、そうなんですか。いろいろ聞かせてほしいです。何カフェニューティスト、うん、カフェニューティストは、はい、私たちが毎週月曜日の午後から放送してるラジオ番組が、はい、カフェニューティストっていう、どこの曲で、どこの曲で、ワロックさん、はい、ワロックさんです。あ、なるほどね、はい、あ、そういう、あ、そういうことか、はい、なるほどね。それ毎週やってるわけ。はい、へぇ、あと、うん、あとそれを、うん、それをとライブ版にした、うん、とカフェニューティストっていうライブ版、カフェニューティストっていうライブがあるんですけど、うん、それが明日あるんですよ。はい、明日あるの。はい、ジョイアミーヤで。はい、ジョイアミーヤ、おしゃれなところでやるね。おしゃれね、あれをね、はい、皆さん、ぜひお時間あったら、はい、その詳細って、はい、詳細で教えていただきたい。そういう書いてあるカワー版みたいな、3000円です。いや、そこじゃなくて、金額じゃない、金額じゃない。え、あ、時間とか、なんかそういうの、何見ればいいの？そう、あの、私たちブログや公式ホームページもあるので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ、リューティストで調べると、はい、じゃあその詳細が見れるということで、はい、よろしいでしょうか。リューティスト、かわいいで検索してもらえばいいかな。こ、はい、れでも出ますね、間違いなく、はいね、ということで、また今後もね、いろんなところで見れると思いますし、そうです、ね、今日もうワンステージあったよね、午後から、はい、そしてこの後11時半から物販も行うので。あ、そうなの。物販どちらで行うんでしょうか。こちらステージ向かって、うん、左側 の子供免許証の隣ぐらいに。あ、子供免許証の隣ね。子供免許証関係ない、子供免許証の隣で、子供免許証の隣。そこでは、リューティストの皆さんと、お話ししたりもできるのかな。はい、じゃあね、リューティストさんのお話聞きたいっていう方、はい、ぜひね、そちらの方でね、物販で。そんな、お話なんて何喋っていいか分かんないよ。リアル、リアル。本当にそういう、そういう感じ。ちなみに今日は物販は何があるんでしょうか。あ、聞きたい。はい、今日物販は何があるんですか。私たちのファーストシングルのリューティスト新しいホームという CD が、はい、あ、CD ね、ファーストシングル、はい、あと、A4 の一人ですブロマイド、わー、はい、ブロマイド、ブロマイド、はい、いいね。あと、はい、私たちが4月1日の、はい、時にライブをしたんですけど、はい、その日のライブを DVD にしたものも売っています。ライブ DVD いいですね。ユ、はい、ーティストの T シャツも売ってます。 T シャツ、あ、ピンクだ、ピンク、はい、かわいい、あの T シャツ。今日パインパインは今日は入れてもらえるでしょうか。はい、再開します。すごいね。さあ、もう至れり尽くせりな、うん、イベント3枚ぜひ来てください。あの、入らないでください。はい、ちょっと気持ち悪い、ちょっと気持ち悪い、ドンキモですよ。DK ですよ、DK、 はい、というわけで、じゃあここからのステージも、はい、よろしくお願いします。ぜひお願いしていただきたいと思います。ビューティストの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、ラリーシレル、バナナ、また午後もね、1時10分からです。はい、ありがとうございました。
ラーリービールビューティスト